11月11日、ハッピー DJ の睡眠チャンネル始まります。こんばんソーサー。めっちゃ月が綺麗、満月の夜、ラストサイクル、最後の夜。こんばんソーサー、こんばんソーサー。お、福岡も見えてきた。もやもやで見えない、曇ってるところもあるんだな。この間配信してたやつ切れちゃったからさ、聞いてない人もいると思うからもう一回さらっと話すけど、9月8日に始めたやん。9月8日、始めたきっかけはさ、本当毎朝私あのエイブラハムの動画とか見て、ちゃんと思い出す時間を作ってから一日をいつも始めてたから、まああとは自分の好きな音楽とかね、なんかその時間をきちんと取って本当に毎日毎日スタートさせてて、なんかそれをあこれみんなでやったらおもろいかなぐらいな、本当にうっかり始めたのがこのソースチャンネルだったわけで、最初はエイブラハムの誘導瞑想をただ流して、私はもうなんか寝転がって横になってなんかただそれを流して一緒に聞くっていう状態から、1ヶ月後ぐらいから自分で誘導瞑想を始めて、なんかそれがだんだんいろいろ進化して魔法陣ができたりとか、みんなで意識の中で自分と結婚式したりとか、いろいろバージョンアップしてきた。このその瞑想の時になんかこうあーっていう12月に、始まりの湖だったかな、あれなんかやってる時にブログを、世界は自分で作るのブログを終わらそうっていう、それで年末にブログを閉じることになったきっかけも瞑想のタイミングだったんだよね。それでさ、9月8日でしょ、ちょっとみんな手を両手を、はい、両手を広げて数えていきます。はい、9月8日でしょ、9月8日からだから1個目の親指を折ります。10月8日、はい、11月8日、12月8日、1月8日、2月8日、3月8日、4月8日、5月8日、6月8日、ほら、7月8日でなんと10ヶ月だったんですね。7月10日で10ヶ月。7月8日で10ヶ月。7月18日はなんとなんとなんと7月18日はそうなんですよ。これコメントで気づいたんですよ。今月忘れてましたよ、私忘れてました。すごくない？これなんなんこれ。そうなんよ、とつき10日やん。いやだから、いやなんで4人って言ったの、まこさん、ゲートさん、何この4人って、やだ、なんで4人っていきなり入れたの。ちょっとこの4人の話は後からするね。そうなの、ざわんなのよ。7月18日、やばいよね。9月8日から始めて、マジうちらすげえことしてきたんよ。
それでもうね、これはね、もう本当に私の昔の友達とかに裏を取ってほしい。22歳から私はね、謎に今世で私は絶対ノアちゃんっていう赤ちゃんを、女の子の赤ちゃんを産むのって周りの友達になんかギャーギャー言ってたんですよ。で、杉の井ホテルで愛ちゃんと一緒に働いてた時も愛ちゃんに、私ここ辞めたら愛ちゃん、あのノアちゃんっていう女の子の赤ちゃん産むからって言って、それで東京に戻ってきたんだけど、まあ、一向に赤ちゃん生まれない中でハッピーちゃんになっちゃって、それでなんかボンボン現実創造とかを泣かしてたら、あれ私今世赤ちゃんいらないなみたいになって、でもなんであんなにノアちゃんって女の子ってずっと前から来てたんだろうってすごい不思議で、それで愛ちゃんが去年妊娠したから、あ、もしかしたら今世私が産む赤ちゃんは愛ちゃんが産むのかもしれないと思って、ノアって名前どうって言ったら、愛ちゃんはすごいいいって言ったんだけど、あの旦那さんが絶対ケイ君だって言ってケイ君になったよね。でも確かに私女の子だったからケイ君は男の子だしなっていう。そしたらさ、とつき10日、9月8日からで7月17日はノアの箱舟が何降り立った日って旧約聖書に書かれてる日、で7月18日はそれ明けのなんか祭りだっていうのは前から来てて、それはなんかピタッと合うんですよ、色と。だからみんなで意識の中で十月十日温めてきたものが7月18日に生まれるって、ノアの箱舟、意識の中で。それはやっぱりあの瀬尾律姫もそうだけど、天の川伝説もそうだったけど、やっぱ今必要なのはその女性性のエネルギー、男性性が今リードして地球を引っ張ってきてくれたから、女性性がこの度こう調和をとってバランスよくという、バッチリすぎて怖いよねこれ。だから女の子の母船、女の母船だと思います、船、意識の船ができるのは。そしてこのノアの箱舟はなんか人類救済とかなんかそういう怖いものではなくて、なんか乗り遅れるとかそういうものではなくて、私がもらってるインスピレーションは新しい本当に蜂の世界に地球ごと乗っけてガッてリードして引っ張っていくっていうエネルギーの一種のなんか柱みたいなもん。それを明日みんなで、っていうか9月8日からうわってみんなでこうやって意識の中でやってたのは、あれ、その産む準備だったんですね。そうだからパラレルアース、もう完全に歓喜の時代に突入したね、いろいろ啓示がなんかこういろんな宇宙存在から啓示がめちゃめちゃいろんな形で降りてたじゃないですか、ここ数年。なんか地球が滅亡に向かうとかなったらこうだろう、もちろんその地球も今現在進行形で平行世界では存在はしてるんだけど、もうそこは完全に回避してて、あの蜂にも滅亡はとっくに回避はされてたんですよ、もう今私たちが Now いるガイアは。でもさらにググッと、もっと、いやもっと創造的でもっと無限を生きながらに感じれる、なんかそのスタートですね。そうなんですよ、みんなで産むんですよ、蜂の世界、無限の世界。7スラッシュ8、7の扉が開いて蜂の世界へ移行する。なんか本、あれ手元であったっけな、え、めっちゃ面白くない？
ポツキ10日やったたまたまってすごくない？これ面白くない？みんなでさそれを、だってさヒーリングしとったやん、よく地球の、地球を手のひらにさ当ててさ、あと魔法陣の中にガイア入れましょうとかさ、ガイアの瞑想とかめっちゃしてたよね。だからいきなりさ、いきなり718にじゃあみんなで集まろうとかってやっても多分これは成し得てなくて、だから9月8日から妊娠をしなきゃいけないから、私がうっかりあの時この配信始めちゃったっていう。ほらほらほら、聞いて聞いて。旧約聖書によるとノアの箱舟がアラスト山腹に漂着した日が7月17日で、この日に新しい時代が始まったとされています。京都の八坂神社で行われる祇園祭のハイライト、三鉾巡行も同じ7月17日に行われます。八坂神社の八坂が秘めている意味は、いやさかであり反響であり、いや栄える繁栄です。古代ユダヤでは契約の箱を運んだ時の掛け声が、いやさかいやさかえんやらやで、いやさかはヘブライ語で神をたたえ祀るという意味になります。あ、山鉾巡行って読むんだこれ、山鉾巡行だって。ほんまや、八坂神社の八坂の八坂の矢は八矢は神をたたえ祭る、祭り座湾は内なる神をたたえ祭るという。夢があるよね。717です。そうです、その新しい時代をお祝いする718の祭り座湾。すごいものをみんなで目撃してるんだよ今。だからすげえ面白いことをやってるよ。そうだから、明日またあのお越しいただいた人にはリマインドで伝えるんだけども、明日はあの一番最後の DJ タイム以外は、写真撮ったりとか動画を、撮ったりするのをちょっと携帯を完全オフにしてもらいたくて、ちょっと今までのなんかこうイエーイとかっていうものじゃない、明日はちょっとテイストが違うんで、もう本当にただもう心の目で見て感じて、もうその場にいてほしい。天の川でこう舞台を作ってた時にやっぱみんな写真は禁止だから撮らないんだけど、やっぱりグッてエネルギーがなんかこう、あそこでバシャ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 、やっぱ演劇中に写真あれ撮ってたらなんか神聖さってなかったなとかって思うと、ちょっと今回も同じ匂いを感じるんで、心で感じて心で見てほしい。最後になったらこうわーっていいやつはもう全然もう写真撮ろうか流してもらおうか何でもいい、大丈夫です。特にあのもう後半にかけてぐぐっと本当あの変わってくるんで、エネルギーが。ということで魔法陣をやっちゃいましょう。
夜なんでサイレントの時間取りやすいかと思われます。全員で静寂の中に入っていきましょう。胸の前で手を合わせて合掌、目を閉じていきます。大きく息を吐いてゆっくり吸って、大きく吐いてゆっくり吸って、深い呼吸に意識を向けていきます。頭のてっぺん、足のつま先、手の指先、自分の心臓の音、体内を流れる血流、自分の肉体をしっかり感じていきます。自分の一番奥深くにある静寂の場所、安堵があふれる豊かな場所、静寂の1分間でその場所に留まっていきましょう。その沈黙の場所は存在する全てがつながっている場所です。私が何者であるかを理解すれば、少しは謎が解けるだろう。私は神である。私は女神である。私は思考の存在である。存在する。すべてである。
始まりであり終わりである。アルファでありオメガである。私は太陽であり物質である。問いであり答えである。上昇であり下降である。左であり右、現在であり過去、未来である。私は光であり光を創造し光を可能にする闇である。私は限りない善であり善を善たらしめる悪である。私はそのすべてであり存在するすべてである。ではこのまま魔法陣をやっていきます。大きなエンジンを意識の中で組んでいきましょう。丸い大きな円です。5240人、意識の中でつながっていきます。大きな私たちの輪の中にこの惑星地球を真ん中に入れていきます。今までの深い感謝と、そして、これからも共に今世を楽しみましょうという願いを込めて、エンジンの中に地球を入れていきます。意識の中で手をつないで、今からリベラの曲が流れます。心の中で合唱していきましょう。その音とともにぐーっと私たちも
地球も全方向にエネルギーが四方八方に大きく今日は広がっていくイメージでやっていきたいと思います。それでは7月17日ラストサイクル満月の夜の魔法陣始めさせていただきます。
このままアクアの曲に入ります。引き続き胸の前で手を合わせて合唱して深い呼吸を続けてください。私を静寂の場所に誘ってください。自分自身にお願いをしていきましょう。みんなで一緒に歩いてきたこの時間に感謝します。ありがとうございました。
お眠りください。